はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は、シャドーバースの方、やっていきたいと思います。今回なんですけども、アンリミテッドのウィッチで、土いじりウィッチ、土、秘術ウィッチですね。はい、ちょっと使っていきたいなと思います。ローテーションで、たまーに見る、まあ、強いっちゃ強いってレベルのデッキなんですけども、秘術ウィッチ。アンリミテッドでも、まあまあ戦えるんじゃねって思った次第でございます。まあ、基本は、アグレッシブに。攻めるべきかなということで、マックスマギサ発動させてっていうことなんですけど、土カードを探しているときに4コストのサモンサークルっていうのを見つけたんですね。これはあのファンファーレで、ガーディアンゴーリムを出しつつ、ラストワードを破壊されたときに、何ですか ?1 コス02、まあ、攻撃力がないけど守護を張れるんですよ。だから、守護を張りつつ、マックスマギサしたら、強いんじゃねって思った次第でございます。だからまあ、4ターン目にはできないから、先行引いた時が強いかなーといった感じですね。はい。今回はこのデッキでちょっとランクマ潜っていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況プレイは大胆かつ慎重プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではやっていきましょう。お相手さんは、お、ウィッチですか。まあ、アンリミだろ、クオンだろうな。でもただ7ターン目というか動き次第では怖いね。あの、魔道具専門店が。悪くないけど、1コストの土が欲しいところではある。おっとまあ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 、2ターン目はクラークで土展開。1ターン目から知恵の光がピカッとしてこない。なるほど、全部手札に置いといてるからな、大石さん。さあ、新たな知識を。次エミルで1点を与えてといったところかな。クラーク、またこれはわからないね。あのドロシーウィッチの可能性もあるね。あの古い方のドロシーね。お、サモンサークル来た。あとは、まあ、コストの小さい土カードが欲しいところ。おやつさんの 3PP の動きを見て、どうなるかといったところもありますが、どうでしょうか。あ、土だなるほど、おやつさん土だわ。術式は、エミル。オッケーオッケー。なるほど。お相手さんも土か。ここはサモンサークル出しておきましょう。スペシャルマジカルショータイムはゼロコストのアミュレット、また土がね、ないと、走ってこないんで大丈夫でしょう。エーテルゴーレム、なるほど。残り2コストはどうでしょうか。おや、動きが固まったな。あー、真理の魔境。なるほど。まあ、父があるので、術式を手札に。じゃあ、ここは、魔女の大釜。で、マックスマギサ。スペシャルマジカル、ショータイム。ショータイムだ。あー。で、守護展開してあるから、あ、1コストの土来なかったけど、まあいいでしょう。これで相手の顔に発展パンチ。ん？発展？うん、発展。グランドフィナーレ。さあ、守護を展開しているので相手が土だからかなり取りにくいでしょう。マックスマギス発動させて守護を除去しつつ相打ちって感じになるでしょう。マックスマギスはなくなった。さあ、これは勝ちですかね。これ発展与えて体力が3残るんで術式で終わりです。回復するカードはあるか。あるっていうより禁薬の車術師、あいつが結晶で使うと5以上のダメージが4になるんで、そっか、結晶の魔術師されたらちょっと
あれだね、リーサルではなくなる。ただ今ので引いたかといったところですけど、手札いっぱい9枚燃えそうです。何かしら消費したいでしょう。真理の術式、なるほど。まあ、マギサは残るがどうですか。あるか、金役残る魔術師ゼロとなれ。これでちょっとリーサルが遠くなりましたが、さてこれで術式というか、あーまあはい、そうですよね。すいません、携帯通知がすいません。早くパソコンに変えたい。土並べてレビーっていうのも意味ないし、そうですね、術式はリーサル手段として持っておきたいしな。これで1点チクッと与えて、グラウンドサークルチクッとで、テルゴーレムでいいですかね。これはエーテルゴーレムでまたチクッと与えつつ、相手の顔には4点与えていきましょう。当たって進化で取っておきますか。まあなんとなく勝てる気がするもうなんとなく勝てる気がする。盤面強くして押していこう。あなたがした、マギサが生き残れば強いし。あーそっか、でも黒魔術師の効果かな。どうですか、真理の術式で3点は確定しているんで、なんだろう、またクラーク引けたら強い。回復してくるのか。光を見よう、お菓子の家。そんな、マジか、珍しいカードというか。とりあえず真理の術式でドローをして、勝った勝った。真理の負けは土がある状態で使えば、真理の術式を手札に、これで3点。 OK、 右手に救われたね。まあもし右手が光ってくれなかった場合は、エーテルゴーレムで除去だけすればよかったんで、まあ結果オーライ。意外と戦えるんじゃない。お菓子の家入れれば回復もできそうだし、許しましょう。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。